氷点下の厳しい寒さの中、男性が堀の中に転落。幸い氷が張っていて無事救助されました。今日午前5時ごろ、函館市の五稜郭公園でお堀に人がいると通行人から警察に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、10代の男性が堀の中に転落しているのが見つかりました。堀には幸い氷が張っていて、男性は溺れることなく警察や消防に無事救助されました。男性に大きな外傷はなく、意識はあるということです。警察は男性が酒に酔い誤って転落したものとみています。